ここにはヤギさんがいるよ。ヤギさんを優しく撫でてあげてね。ほら、この子、君に撫でてもらいたがってるよ。うんうん。すごく気持ちよさそうに泣いてる。 もっと撫でて欲しがってるね。強く触らないようにだけ気をつけて。えーっと。確かガイドの勉強をした時に教えてもらったんだよね。ヤギさんは髪も食べられるけど体に悪いんだって。だから髪はあげないでね。 それなら確かエサれの中にこれキャベツならヤギさんにあげても平気だよ一緒にあげてみようかヤギさーんご飯だよーあれー食べてくれないなーじゃあ なら食べるかなうーんお昼ご飯はまだあげてなかったと思うけどもうお腹いっぱいなのかもごめんねこの子は今食べたくないみたい他のヤギさんにご飯あげようかじゃあ次はあっちの子に わあもうびっくりした突然引っ張らないでよヤギさん。ええちょちょっと私の服はご飯じゃないよ食べるならこっちのキャベツをだから めえじゃない！もう食べないでよー。ちょっとリカどうしうわー。リカが大変なことになってる。大丈夫？リカさん。ヤギさんたちリカちゃんの服を食べちゃダメー。サオリー助けてー。もうヤギさんリカから離れなさーい。 ブシロードゲームズ